はい、皆さんこんにちは。早くからご苦労様です。このあのクリニック、このコーナーを担当する近藤と申します。よろしくお願いします。そして、グリーン隊ウィンドアンサンブルの皆さんです。はい、ちょっとさっきの時間少しオーバーしてしまったので、今度はオーバーしないように、能率よくやりたいと思いますが、この課題曲1番、長いですね、これね。今回の中では、かなり長めの方で、かなり自由な形式で書かれている作品ですが、私もちょっと作曲家の方にも質問したいぐらい、いろいろな箇所はたくさんあるんですが、楽譜を見た上で、すごくこれが気になるなっていうような点、それからあるいは注意しましょう、楽譜上で注意しましょうっていう点を、まず前奏の部分でいきましょうかね。前奏の部分、ここで、一番問題になるのは、最初に問題になるのはパーカッション、ティンパニーの方の、クレッシェンドだと思います。一番最初はピアノ3個から書いてあって、ですぐにクレッシェンドモルトって書いてありますよね。で、クレッシェンドモルトって1個見るとやっぱり人間どうしてももうそこから急激にわーっとクレッシェンドしたくなってしまいますが、あんまりしてしまうと2小節目からのピアノで入ってくるバン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 という長い音符の音の重なりが聞こえなくなってしまいやすいですね。ですからここをモルトっていう気持ちをできるだけ後の方に抑えていって、最後の最後でティンパニーがブーンと上がっていくと全体がクレッシェンドしたように聞こえますね。で、概してこの曲ばかりではなく全員でクレッシェンドする場合、パーカッションのクレッシェンドっていうのはちょっと後めにするんですね。で、後めに しかも、管楽器の方がわーっとクレッシェンドしてきた後を追っかけるようにパーカッションが上がると全体の演奏効果がすごく高まることが多いです。ですのでここもティンパニーがあんまり早くクレッシェンドしすぎちゃうと、おそらくピアノから入ってくる2小節目の人なんていうのは聞こえなくなっちゃいますね。ですから、モルトを後に持ってってください。それから2小節目のその重なる人たち、ここも、全ての音にアクセントが書いてあります。で、アクセントっていう記号はこういう記号ですので、どうしても意識的にこういう記号を見ると音もパンこういうふうになりやすいですね。で、これはこういうふうに音を出すんだよという意味じゃなくて、頭をはっきり吹くんだけど音はまっすぐ、だからパーンじゃなくてバーっていうふうに音はまっすぐ伸ばしましょう。しかも出てからすぐクレッシェンドがあります。ですのでパーンってこう落ちてる暇もちろんありません。で、ちゃんとまっすぐ伸ばして音を重ねていってあげてください。それから、高音楽器のパリラリン、これも、どうしても細かい音符を見ると装飾音符みたいになってしまうので、正確に4拍目の裏にうんたりラリンっていうふうに入るように。当然ここ のハーモニーのピッチっていうのは大事です。それから、3小節目のジャンとみんなが入る四分音符、それから5小節目の、四分音符、ここの違いっていうのはスフォルツァンドがあるかないかですね。ですから1回目よりも2回目はより強調するという意味だと思います。それから5小節目6小節目の、サクソフォンとホルン、それからトロンボーンには頭からもフォルテって書いてあります。で、フォルテから入ってクレッシェンド、でも3拍目から入ってくる方たちはメゾフォルテって書いてあります。後から入ってくるのにちっちゃいわけですね。おそらくこれは、こう音色的な意図があってこういうふうに書かれてるんだと思いますが、メゾフォルテって書いてあります。で、到着地点、次の小節の頭のところはおそらく、同じ、もしくはラッパとホルンとサックスはフォルティッシモって書いてあります。だから、そっちの人たちの方がやっぱり強調度合いは大きいです。
相当クレッシェンドして7の頭のパーンというハーモニーをしっかり出すっていうようなことを気をつけてみてください。あとで全曲もし時間があって通せたら、やりたいと思いますが、そこまでのところをちょっとお聞きください。そのようなことを注意してやってみたいと思います。今言ったようなことを気をつけてみてね、裏切らないように。はい、行こう。はい、ありがとうございます。はい、その次いきます。A の 1,2,3 小節目、ホルンの、一番最初に出てきた旋律、旋律の3小節目のところにリーララリンタタっていうメロディーがあります。ですがここはこう前からずっとこう長いスラーが書いてあるので、スラーなんだけどこれタンタタンなんだよな、どうしようって悩まれてる方 いませんか。これホルンやられる方、ホルンの人、ホルンの人、これどうしてます？スラだよね。パララララララ。でも休符があるよね。どうしてますか？なんかやりにくくない？どうしようと思ってたでしょ？もしかしたら無理やり言わせてるみたいな感じだけど。うん。普通はちょっと悩みますよね。うん。で、これはまずパンパパー、あ、パンパラーでいいです。パンパラ、動きのあるところはスラーで吹けるでしょ。だからレシーっていうところはスラーで吹いていただいて、タンタラーでいいと思います。ただ休符があるので、そこのところを何て言うんでしょうね、フレーズが続いているようにそこの休符を入れるっていう意味なんだよね。だからでも厳密に言えばそこは音はありません。だからラーララーっていうんじゃおかしいと思います。ラーララー、一回そこは16分音9分だけ音はなくていいです。はい。でそれに対してトランペットの方たち、1小節後にパンパパンって出てきます。この音型は今のホルンと対照的にはっきりしたリズムで書かれていますので、ホルンの方はランララに対してトランペットはパンパパーン、ちゃんとこう違いを見せるように、ここは対比ですね。それをしっかりやってみるようにしてください。はい。それから、B、 この次 B から、 B の3小節目に、大抵のパートの方にクレッシェンドっていう表記があります。でここはちょっと長い目のクレッシェンドになりますので、しっかり到着地点のところをめがけてフォルテになるように持ってってみてください。特に長い音符の方たち、それから伴奏の方たち、伴奏の方たちはさっき言ったように、早めにクレッシェンドになりすぎないように、だけど最後でしっかりクレッシェンド、それから、ここちょっとやりにくいなと、思ってたのは、サキソフォン、それからホルン、ユーフォニアムの、旋律、対旋律の方たちが、到着した音がないんですよね。 C の1小節前にクラリネット低音がバンっていうのがあるんですけれど、それがないんですよね。で、まあ、これも何かの意図でこういうふうに書かれていると思いますが、全音符の方たち、しっかりその最後のバンの直前までその響きをちゃんと保って、かつ、26C の1個前の頭に中途半端に音が残りすぎないことを気をつけてみてください。はい。その次 C に入って、フルートエスクラリネット、ですね、フルートエスクラリネットの方たちのタリラリラリランっていうその飾り の動きがあります。でこの人たちの上がった音をちょっと見てください。ここは
大体のこう流れの雰囲気だと全部割と8分音符のこうビートで行ってるんですが、この人たちはここは完全にアクセントのついた四分音符で書いてあります。メロディーもタリラリタンタタン8分音符ですが、そのパートだけタリラリランって書いてあります。2回ともそういうふうになってます。34のところでね、これ割と見落としやすいので、きちっと四分音符になるように。ただし同じような音型ですが、B の前のところ、B の後のところにタリラリランって書いてあるところ、これは同じ四分音符でもスタッカートがついてますね。で、こっちはスタッカート、ここのところはスタッカートなしプラスアクセントという違いがあるので、この辺を注意してみてください。それから D で1回メゾピアノに落ちることもとても大事な要素です。これもかなり急激ですね。ディミニエンドっていうのを直前にありますが、前フォルテで吹いてパッとメゾピアノに落とさなきゃいけない。で3小節目からまたじわ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 上がってまたフォルテ、41小節目でフォルテ。ただしフルート1番2番だけは途中からラリラリーっていう、動きはメゾフォルテって書いてあります。周りの景色はピアノとかメゾフォルテなんですが、フルートだけはメゾフォルテで書いてあります。で、今度もう一つホルン39からパン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 、これは、突然フォルテ2個というのが出てます。ですからフォルテ2個っていうのはもう相当でかいっていうことですよね。ですので周りの景色は最終的な到着地点がフォルテになるんですが、その手前からもうホルンはフォルティッシモで出る、相当ですね、はい、っていうように、ちょっとダイナミックスのことを楽譜をよく見てその辺が きちっと出るようにしてみてください。それから41小節目、大太鼓ティンパニーのリズムの掛け合い絡みがありますので、ここもご注意ください。それから42終わった音ジャン、これはもう全員8分音符、スタッカートはついてませんが、スフォルタンドっていう表記があります。アクセントがついてスフォルタンドですから、まあ、よりそのアクセント性を増すっていうことですが、アクセントがつくっていうことは乱暴にするっていうことではないので、より響きにその強さを、響きの強さが出るっていうことだと思います。ですからそれがガッっていう乱暴な音にならないで、そのいいハーモニーがちゃんと短い音符でクリアに出るっていうふうに考えてみてください。そのあたりまでちょっといきましょうかね。あ、ごめんなさい。G のに入るところまで一応ざーっと言っておきます。その次、E のところです。はい。ここでちょっと見落としがちなんですが、もうもちろんメロディーは分かるし、伴奏のパン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 も分かると思いますが、こう伴奏の人たちはここスタッカートついてませんから気をつけてみてくださいね。一個一個あんまりダッ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 って短く止めるような形にならないように。それからサキソフォンの割と長いこうハーモニーみたいなこと、まあ、一部チャンチャンチャンというリズムをやってますが、ハーモニーのところに、ここはボリュームはメゾフォルテ、メゾフォルテですけれどアクセントがついてます。パーンパーン、一部分なんて言うんでしょう、ちょっと鐘みたいな感じじゃないかなと思いますが、このアクセントを見落としやすいので、ちょっとサックスやられる方は注意してみてください。それから、トランペットのパパパパンで、ここでピューフォルテって出ますね。ピューフォルテっていうのは、まあ前よりも大きくなんですが、ここは好みだと思います。パンパパーラララララに対して遠くからのパパパパンってこう上品になる形でもいいと思いますし、あるいはそれに対してパパパパーンって すごくこうファンファーレっぽくなるような形でもいいと思います。楽譜上は、メロディーよりはある程度は大きめっていうような表記ではないかなと思います。ただしここもアクセントがついてるだけでスタッカートはついてないので、あんまり短く乱暴にならないように。
気をつけてみましょう。それから、今度は F です。でここが、ちょっとダイナミクスは全体としてはフォルティッシモって書いてあるんですが、サキソフォンアルト、それからクラの2番3番はピューフォルテっていう表現になってるんですね。で これをは僕はどういうふうにこう考えたらいいかなっていうのはちょっとまだその答えは出てないんですが、もう周りはフォルティッシモで、まあ、ピューフォルテだから前よりまあ少し大きめっていうんであると、タリラ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 リっていう動きは、メロディーとかのダイナミクスよりももうちょっと小さめっていうことになりますよね。でこれは、最終的に、やってみてバランスを調整してみてください。メロディーが大きい方がいいのかも、あ、メロディーじゃない、そのタリラリが、大きくするとすごく効果的になるかもしれません。このところはね、ちょっといろいろ試していただきたいな、バランスを試していただきたいなと思います。それからすごく細かいことですが、ちょっとだけ見落としやすいのが F の頭の音です。トランペットのセカンドサードの方だけが二分音符で書いてあります。ですのでこのドとソっていうその5度の響きがちゃんとここでパーンとフォルティッシモで残るように、他のホルン、トロンボーンは 全員8分音符でバンって書いてあるんですが、トランペットだけちゃんと残るようにしてみてください。それから、もう一つボンゴですね。ボンゴは、まあ、フォルテ1個って書いてあります。ですので、まあ、当然そんなにこう頑張って出っ張らない方がいいと思うんですが、私の趣味はちょっとここはボンゴが出た方が面白いんじゃないかなというふうにも思います。はい、その後56小節目、ホルンはもう当然こうフォルティシモですので、もう相当しっかり聞こえるように。それから、その後58小節目にホルンとトロンボーンがスポルツ&ピアノ、しかもその後クレッシェンド、これはかなりそのテンポの中でガーンって相当急にしっかりやらないとフォルテが追っつきませんね。でもここスポルツァンドですから、このところのアクセントっていうのはしっかり強調されるべきです。でその裏にスネアドラムがズッターっていう3拍目の裏に、今の同じようなスポルツァンドピアノクレッシェンドっていうのが書いてあります。ですからちょっとしたそのリズムの掛け合いっていうのがここでは生まれてきます。はい、その次、G に入る直前のところです。一番最後のタタタン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 の8分音符の後の方に山形アクセントがついているので、これは、ゆっくりからしっかり山形のアクセントがつくように練習してみてください。だいたいそのような感じですが、ここまでのことで何かご質問おありでしたらどうでしょうか。先生方いらっしゃったら生徒さんでもちろんいいんですよ。何かありますか。何もない。はい、じゃあちょっとここまで やってみましょうね。とりあえず前奏からやりましょう。
はい、ちょっと一つだけ言うの忘れましたが、一番最後のホルンのそのディミニエンドですが、もうすぐディミニエンドって書いてありますけれど、少しあの響きを保ちながら、ですからあの次のフェルマーターに入ってからディミニエンドぐらいのつもりでもいいんじゃないでしょうかね。一回その、あの大きくしっかりその響きを出してから、フェルマーターに入ってからずーっとこう消していくぐらいの方が響きは安定するんじゃないかなと思います。はい、では中間部に行きます。はい、まず、サキソーの方いらっしゃる？アルトサックスやってる方、アルトサックス、少ないな、少ないね。ここのとこでなんか自分たちでこう譜面見ててなんか気をつけるっていうところある？なんかそこまであんまり見てない。あのね、これなんか字が書いてあるでしょ。ファーストアルトの下になんか字書いてあるよね。まあメゾピアノの後ね。で、セカンドアルトのところにも書いてあるよね。これ調べた？調べてない？これはだから、ノンっていうのはほら、ノンアルコールみたいなもんですよ。アルコールじゃないです。ね？ノンアルコール。ノンアルコールって分かるでしょ？ソフトドリンクのこと。ね？僕もそっちの方が好きなんだけど、まあそれどうでもいいや。で、ノンエスプレッシーボだから、エスプレッシーボじゃないっていうんだよね。エスプレッシーボっていうのはこう表情豊かに歌うとかっていう。だから歌っちゃいけないの、これ。初っ端からソロで出てくるのに歌っちゃいけないの。だけど、セカンドのところには、なんて書いてある？エスプレッシーボって書いてあるでしょ？ノンがないよね。だからこっちはノンアルコールで、こっちはアルコールみたいなもの。ね？行くと、2回目の方を追っかけるアルトのセカンドの方がエスプレッシーボにしましょうっていうことですよね。結構大変なの、これ。どうしても最初のソロ、よっしゃやるぞみたいに、チーラーラーってここでやりやすいよね。でもそっちはこう歌わないで、後から追っかける人がいっぱい歌ってくださいっていう、そういうすごくこれは珍しい、書き方だと思います。で、おそらくまあそれを解釈するならば、上の人たちはあんまり表情を込めすぎないで、それをこう、なんつうかな、冷静に淡々とこう少しこう上の方でこう浮いていくように演奏しましょうっていうような意味だと思うんですよね。で、それに対して下の方はラリラリリリリリたっぷり表情。だから音量的には少しセカンドの方が大きくても、これは当然だと思います。これ気をつけましょう。で、特にセカンドの人たち、4小節目のドレドシのドのところに手縫うとか書いてありますね。で、だからここは一番そのフレーズで歌った中での頂点だと思って。ただし、その後はピアノになります。で、これはピアノになるっていうのは、おそらくホルンが入ってくるからピアノになるんじゃないかなっていうふうに、考えました。ですから、ホルンとこうちゃんと強調するようにしてみてください。ここの、その、なんて言うんでしょうね、ダイナミックス、他にも、伸ばしの人たちはピューピアノって書いてあるし、UFO はピアニッシモって書いてあるし、あと、ちょっと難しいのは、ストリングベース、ハーモニクスが出てきますね。弦バスの方いらっしゃいますか？弦バス。あ、いた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 。ちょっとこれやってもらおうか。ピアニッシモでこれをいい音に聞かせるっていうコツは？出やすい場所っていうのがあるので、それをまず探して、例えば。
地盤の上でこう柔らかいのじゃなくて、下にと、その硬いのじゃなくて、うまくそれが出にくいっていう場合はどうしたらいいですか？にもよるので、うんうん、ただまあポジション、ポジションは真ん中の、うん、その場所を探すって言ったのはポジションを探すっていうこと。右手の弓の位置。あ、弓の方ね。はい、うんうんうん。角度ですか。角度も大事ですし、うんうん、速度も、あと手の量も。なるほど。うん、なるほど。だそうです。後で詳しく聞きに行ってください。はい。これは、でも、やっぱりこの音がしっかりパーンって聞こえてくることによって、また違う雰囲気が。すると思いますので、ピアノ3個って書いてありますが、ちゃんと聞かせてあげたいなっていう音の一つです。それから、今度パーカッションの方ですが、一番最初のサスペンドシンバルは、ウィズコインってありますね。ウィズコイン。ちょっとどんなような感じにやってますか。コインを見せてください。今何でやってる？50円玉ですか。それギザギザがあるやつですか。そうですね、ギザギザがないとダメなんだよね。できればあった方がいいね。だから50円じゃなくてもいいですよね。100円のがいい音が しませんか。手で持つ場合と、ここに針金を通して取っ手をつける場合があるので、うんうん、なるほどね、うん、穴の問題ですね、値段の問題じゃなくてね、うん、ああ分かりました、はいはい、でちょっとじゃあ聞かせてください。はい、こういうような感じですね。やっぱりギザギザがあって引っかかりがないとやっぱりそういうふうなあれにはならない。それから、2小節目のドラをちょっと叩いてみてください。まあ通常で、まあ、通常でいくとこういうふうな感じで、結構今大きく叩いていただきましたけど、で、まあ、ここは何も指示がないんですが、これは私の趣味です。ちょっとトライアングルのビターで、はい、こういうふうな音にするとまた雰囲気が変わってくるんじゃないかなっていうふうな気がします。それからですね、はい、その次、あ、ここだ。71小節目、フルートのソロが入ります。で、ここもフルートにとっては音が低いよね、低いよね。これメゾピアノでソロを吹くっていうよりも少しメゾフォルテで誰が吹くんだっけ、うん、少し大きめに吹いてるよね、吹くときはね。で、大きめに吹かないとやっぱりちょっと最初から鳴りにくかったりすることもある、うん、ですね。ソロっていうこともあるし、まあ、指定はメゾピアノなんですが、音も低くて鳴りにくいので、ここは多少大きめにメゾフォルテぐらいのつもりでも僕は十分いいと思います。それからこのダイナミクスでまたコントラバス、この作曲の方がコントラバス出身の方なので、結構気合い入れてコントラバスにはいろんなことが書いてあるようなんですが、ここはメゾフォルテでも周りの伸ばしの人たちはピアノ3個ってなってますね。で、もちろんメロディーもメゾピアノで、弦バスのピチカートだけがメゾフォルテということは、もう相当このピチカートの響きが欲しいっていうことですので、弦バスの方がちょっと頑張っていい音でピチカートができるようにちょっとやってみてください。うん、これこう例えばビブラートなんていうのは、練習すればできるもんですか。ビブラート自体はかけようと思ってかけるものじゃないので、うんうん、やっぱハートでハートで、ただこう腕を動かす技術っていうのは、どうしてもできないですか。そういう練習を、その例えばメトロノームで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59
ありがとうございました。頑張ってみてください。というように、少しこのピッツカートの響きを強調して、その、メロディーと同じような感じでね、歌えるようなつもりで現場をやられるといいと思います。その次、H からアルトサックス、今度はメゾフォルテっていう表記になります。はい、たっぷり歌ってみてください。ノンじゃなくてエスプレッシボでだから、たっぷり歌ってください。ただ、伴奏の方たちはまだまだそのピアノ、あるいはクラリネットはそのピューピアノ、よりピアノって書いてあります。で、それを追っかけるテナーサックスはピアノって書いてありますが、ここも、あんまりピアノにしすぎるとやっぱりあのソリスティック性がなくなるので、まあ、アルトサックスよりは大きめにならないように、かつその少しソロだなっていう分かるようなその音量でやってみましょう。はい、その次、I からの部分です。 I からの部分、ここは、主に伴奏系の人たち、まず、トランペット、ホルン、トロンボーンの方たちの四分音符、これに、アクセントっていう表記はあるものの、スタッカートはありませんので、あんまりここはジャッジャッジャッって短めにならないで、ちゃんと柔らかめに四分音符の響きが出るような形。ちょっとやってみましょうか。そこちゃんと四分音符の響きを作って、はい、ワン、ツー、ステップ。はい、それで、そうすることによってハーモニー感っていうのが出てくると思います。で、アクセントっていうのはもう少しあってもいいかもしれません。だから少し息を使ってアクセントつけてみて。それで今の方たちはダイナミクスはメゾフォルテですが、今度低音楽器、はい、低音楽器やってみましょう。 I です。はい、ワン、ツー、ステップ。はい、この方たちは楽上フォルテ、しかもアクセント、結構フォルテとアクセントをしっかり出して、もう一回どうぞ。ワン、ツー、ステップ。ありがとうございます。この上にさっきの金管楽器の四分音符が乗っかるような感じ。どうしてもやっぱり金管の方が人数が多いですし、アクセントはっきりつけちゃうとこっちの方が聞こえやすいんですけれど、少し低音を強調するようにしましょう。それから今度フルート、フルートはまあバックの動きなんですが、スラーの中にメゾスタッカート、あのスタッカートが一緒に書いてありますね。これどういうふうに演奏するかちょっと聞かせてください。はい、ワン、トップ。はい、ありがとうございます。スタッカートではないんですけれど、スラーではない、基本はスタッカートなんですね。だからこれメゾスタッカートと言います。だからすごく柔らかいスタッカートだというふうに考えてください。その後、J 行きます。 J のところで、そうだ、一個ごめんなさい、一個言わなきゃいけない、どうしても言わなきゃいけないところ。愛に、ビブラフォンがあります。で、ビブラフォンの方、これあのエスプレッシーボ、アパッショナート、センタペダル、でスラ、どうしてますかこれ？ペダル、センタペダルペダルが使えないので、はい。ちょっと音を出
ちょっとどんな感じになるか やってみてください。ハートを聞かせてください。はい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 。一応ここはペダルを使うなっていう指示があるので、やっぱりペダルを使ってしまってはいけないのですが、できるだけマレットの工夫でできますよね。少し音がカーンっていう、ジャズバイブみたいな感じのだと、音がこうペダル使わなくても音が残るのがありますよね。ああいう感じでもいいかもしれないですね。これ とってもその解釈 が難しいな。それから J のところ、ついでにここはどうしてますか。 ティアンっていうの、ここはちょっとペダル使う。楽には書いてないですよね。書いてないので、うん、では今はペダルを使って、そうですね、僕もそれの方がいいと思います。じゃないと一番最後 K のところ音が伸びないですもんね。ということで、J あたりからなんとなくペダルを使い始めてもいいんじゃないでしょうか、というような感じですね。はい、あと他に、あとはだいたいその冒頭と同じ部分ですので、はい、わかりました。はい、それの繰り返しですので、だいたい同様ですが、何かご質問あったら、ご質問ないでしょうか。いいですか。いいですか。はい、ちょっとすいません、いろいろたくさん喋りすぎたので、時間がなくなってしまったので、これで終わらせていただきますが、後ほどその全曲 の演奏はもちろんございますので、そちらの方で全曲をお聴きください。はい、それではありがとうございました。はい、お疲れ様です。